はい、お疲れ様です。品川のアクアパークに来ています。で、今日一日、まあ、見てきたんですけれども、今最後のイルカの市役所をやっています。でですね、ここのスケジュール見ていきたいと思います。これが今日の、まあ、イルカたちのお仕事ですね。7回あります。これほど多いっていうのは、まあ、初めてです。で、バンドは交代するんですが、カマイルカとオキゴンドウは交代してないみたいなんですね。で、ずっと、まあ、刺激されている状態です。で、まあ、中で今やってるんですけれども、まあ、すごいですね。まあ、聞きしに勝るひどさというかですね、まあ、最近そのデジタル系のクリエイター的な人々が、まあ、自然を搾取するようなことをしながら自然の大切さを訴えているような、いわゆる、まあ、作品、格好好きの作品ですけれどもっていうのをやっていますが、まあ、まさにそんなようなことです。で、ちょっと見ていただければと思います。結構私はびっくりしたというかですね、まあ、ここまでひどいのかという。まあ、この重低音ですね、爆音と光のギラギラ、まあ、音もすごい音です。まあ、こんな中芸をさせられているわけですね。
はい、こんな感じです。まあひどいでしょう。まあ、今が一番、お客さん少ないんですけれども、多い時はそこが満杯になるぐらいの多さでした。まあ、水の中っていうのはあの空気よりも音通りますし、まあ、イルカがどういう状態の、近くでいるのかちょっと分かんないんですけども、まあ、ともかくすごいですね。でさらには一番最後にですね、左じゃない右側の壁にあの Life is Beautiful っていう風に出るっていう、まあ、ふざけた演出がされています。でこれだけ多くの人が、まあ、この状態に疑問を持たずに、これは搾取ですし、虐待なんですけれども、それの疑問を持たずに、感動して手を叩いているっていう姿っていうのは、まあ、あまりの日本人の意識の低さの表れですね。まあ、ひどいものです。まあ、日本人はまあ自分たちが意識が低いということをまず自覚していただきたい。これが楽しめるものではないし、単なる虐待ショーだということをちゃんと理解していただければいいかなと思います。はい、まあ、というところで、まあ、こんな感じです。まあ、ひどいものです。でこれの前編はですね、また別でアップしますので、またそちらもご覧になっていただければと思います。皆さん、あの満足げな顔で出てきていらっしゃいます。はい、以上です。ということで。はい。ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。